マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤すみかです。あなたは痩せたいけれども食べたいと思ってついつい便利なコンビニによってあれこれ買ってしまって結局また太っちゃったなんてことないですか？そこで今回この動画ではコンビニ食でも美味しく食べながら痩せる食材がわかるんです。しっかり食べて健康的で綺麗に痩せたいとお考えでしたらぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちら、食べて痩せるコンビニ食材3選お伝えしていきます。話の流れはこちら。1つ目、なぜこのコンビニ食材で痩せることができるんでしょうか。2つ目、食べて痩せるコンビニ食材3選について詳しくお話しします。では1つ目の項目です。なぜ今からご紹介するコンビニの食材で痩せることができるんでしょうかというその大事なねポイントが3つあります。まず1つ目、この食材たちはあなたの腸内環境を整えてくれる食材だからなんですよ。これはねとっても大事です。もし健康でしかも綺麗に痩せたいのであれば、この腸内環境を整えることがもう大前提です。そうしないと、いくらあなたがね食事制限頑張った、気をつけて食べている、ウォーキングとかね運動も頑張っているけれどもなかなか痩せないっていうのはね、やはりこの腸内環境悪いまま頑張ってるからなんです。ですから逆に言うと、この腸内環境を整えてあげることで根本的な痩せ体制とね生まれ変わることができます。私もそうでした。ですからまずはあなたの腸内にいる痩せ菌って呼ばれる善玉菌たちの種類を増やすこと、そして元気にしてあげること、バランスを整えていつまでもあなたのね腸内でいい菌たちの方を優先的に住み着いてもらうことっていうね、これがとってもね根本的に痩せるためにはもう大前提になってくるんですね。その手助けをしてくれるのが後からご紹介する食材たちってことになります。そして2つ目のポイント、タンパク質。これもねすっごく大事。痩せたいのであればタンパク質は欠かせません。これをおろそかにして、例えばお野菜ばっかり食べてるっていう方は逆に太りますね。なぜかというと、タンパク質を取らないとこのそもそも体ができない、また腸を作る元、細胞を作る元がもう全てタンパク質ですから、まずは良質のタンパク質を取ることっていうのがとっても大事で、しかもですね良質のっていうところがポイントになってくるんですよね。そして例えば朝からですねサラダだけとか野菜ジュースだけとかいう方いらっしゃるかもしれないんですけども、太ります。なぜかというと、タンパク質をしっかり朝から取ってない方っていうのはね、食べても食べても食欲が収まらないんですよ。人というのはやはりこのタンパク質を取るとやっと落ち着いてね食欲が収まるって言われてます。なのでしっかりとねお肉、お魚、卵、乳製品、大豆製品、こういったものはしっかりと召し上がった方が逆に痩せることができるんですね。そして最後3つ目、ここも大事です。無添加であることです。よく痩せる食材ということで、例えばコンビニの豆腐バーとかサラダチキンとか、いろんなものを紹介されますよね。もちろんねタンパク質って意味ではいいかもしれません。この2番はクリアですが、ここ添加物がたっぷり入ってる、こんなものを痩せる痩せると言われ食べてはダメです。逆に太ってしまいますよ。そういったね本物を選ぶ目を持っていただきたいと思って、私は今回無添加のコンビニの食材をご紹介してます。じゃないとね太ります。添加物たっぷりのものをね食べてしまわれますと、もう内臓がすごくダメージなんですよ。私たちで言うとこう余計な仕事量を増やされてるってとこですかね。残業続きみたいな、かわいそうって思いませんか。それはねやっぱりダメなんです。なので残業を減らしてあげること、仕事量を減らしてあげること、そのためには無添加であること、ここがとっても大事なので、ポイントはですねここではちょっと詳しくお伝えしませんけれども、原材料に例えば人工甘味料とかね調味料カッコアミノ酸などとかね、それが化学調味料なんです。で大体サラダチキンとか豆腐バーとか入ってます。私全部チェックしてます。なのであなたも私とご一緒にね、ぜひぜひ買う前に原材料をちゃんとチェックして添加物入ってないかなってね、いちいち私みたいにね確認してくださいね。そうすることで腸が元気になれば
ちゃんと根本的に痩せ体質になることができる。なので必ず無添加のものを選びましょう。ではここから2つ目の項目です。美味しく食べて痩せるコンビニのおすすめ食材3選ということで3つご紹介していきますね。まず1つ目の食材はこちらです。今回は全部セブンイレブンさんで選んできました。でこちらはね、切れてる厚焼き卵で卵焼きなんですね。でこのね、原材料を見ますと添加物ゼロなんです。でもう一つね、だし入りっていう方もこれね、同じシリーズで見つけてたんですけども、ちょっと原材料がね残念だったので、どうせ買うならこちらの方をおすすめしたいと思います。でね、やっぱ卵ってすごいんですよ。ご存知ですか？完全栄養食品でね、食物繊維とビタミン C 以外の全ての栄養素がぎゅーっと卵にね詰まってるんです。なので特にね、私お昼とかちょっと忙しい時ってちょっとパパッとコンビニに行ってね、どうしてもね忙しいからおにぎりとかパンだけで済ませちゃうんですっていう方多いです。な時にこの卵召し上がってください。しっかりとタンパク質も取れるし、この食物繊維とビタミン C やと他のもので補っていただいて、それ以外の栄養は全部これで取れちゃいますから、ぜひねこの卵焼き食べてみてください。でめちゃくちゃね美味しいです。私もこれね時々美味しくいただいてます。でね、これはやっぱり卵っていうのはですね、ゆで卵、卵1個分ですね、だいたい 50g あたり76キロカロリーで、タンパク質量が 6.2g、 炭水化物が、ね、0.2 ということで、その糖質のもと炭水化物も低いんですよね。なのでダイエット向きで、ちなみにこちらのね卵は、こちらが1箱 115g あたり、タンパク質がこの2倍ですね。やっぱ卵2個分使ってらっしゃるのかな、 12.4g、 まさにこの倍でしたね。そして炭水化物が 9.5、 これはやっぱりね、いろいろと味付けで植物油とかお砂糖がちょっと入ってますか、その分のカロリーとかね糖質がアップしてると思うんですけども、まあ普通のゆで卵、だと、この平均値ということですね。いずれにしても卵ってすごく栄養価の高い食材ですから、ぜひ無添加の卵を選びましょう。では2つ目の食材はこちらです。はい、素材の味を生かした卯の花、おからですよね。こちらですね、1袋 70g あたりエネルギーたったの 91キロカロリーです。でたくさんの食材が入ってるんですよね。やっぱりおからとかたけのこ、人参、玉ねぎとかね。でこちらも化学調味料、人工甘味料が無添加のものだったんですよ。もうすごく嬉しかったです。でこれはね、おからですから大豆製品です。で大豆製品ですっごく大事、まずはあなたの腸内環境も整う、そして私たち女性にとってはとっても嬉しいね、女性ホルモン、エストロゲンに似た働きをしてくれます。イソフラボンも豊富で、ここで食物繊維が取れますから、先ほど例えばお昼ご飯にこの卵とこの卯の花をセットで召し上がっていただくと、卵に取れなかった食物繊維が取れちゃうわけですよね。そして、高タンパク、ここでもタンパク質をゲットすることができますし、あと大豆オリゴ糖とかね、コレステロール値を下げてくれる効果もありますから、このおからもおすすめ食材です。ではラスト1つはこちらです。宮崎県産大根を使用した切り干し大根煮でございます。で1袋でこれも同じ 70g で、先ほどのおからと比べたらもうめちゃくちゃカロリーが低い、たったの37キロカロリーです。で1袋あたりが、ですね、カロリーが、言いましたね、タンパク質も入ってます 1.5g でね、こちらもやっぱり切り干しの大根と人参とかね、椎茸入ってるんですよね。ですからやっぱりね、痩せる食材ってもうお分かりの通り和食になります。やっぱり痩せたいなら和食です。あとはね、調味料に気をつけていただくと、普段のお食事のね、一品何か欲しいなっていう時も、今のご紹介したこの3つの食材を取り入れていただきますとよろしいかと思います。でこれがなんで私切り干し大根がいいかっていうとですね、大根、生の大根よりもこの切り干し大根の方がめちゃくちゃ栄養価がね上がってるんです。なので、普通のね大根も美味しいけれども、どうせ食べるなら栄養価が高いこの切り干し大根おすすめです。天日干しされたことで、なんと食物繊維が4倍、カルシウム5倍、鉄分3倍っていうね、生の大根よりもめちゃくちゃ
何倍も栄養価が高くなってますから、しかもねコスパがいいですよね。少量でこれぐらいの栄養が取れるわけですから、ぜひ先ほどのこの切り干し大根煮の方もどうしてもね何かコンビニで買わないといけないなっていう時は無添加です。で今お伝えした食材を上手に取り入れてみてくださいね。さあいかがだったでしょうか。今回の動画のお話まとめのポイントは、コンビニの食材でも痩せることができるものがありますよでしたね。ポイントは腸を整えてくれて、しっかりと食欲をタンパク質で抑えて、そして必ず無添加であることです。化学調味料、人工甘味料、使っていないものを選びましょう。ではこのお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録いただきますととってもとっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。